く広がる教育放棄の海原。いよいよ教職員トレの最終戦だ。ひたすら聞きたすら超熱で最後に合格で。職員免許法第4条第1項免許状は普通免許状特別免許状および臨時免許状とする。免許状の授与教育職員免許法第5条第7項免許状は都道府県の教育委員会以下授与権者といった授与する。それぞれの免許状有効期間と有効地域は覚えてね。普通免許状10年間すべての都道府県で有効、特別免許状10年間授与された都道府県のみで有効、臨時免許状3年間授与された都道府県のみで有効。免許状の効力教育職員免許法第9条第1項普通免許状はその授与の日の翌日から起算して10年を経過する日の属する年度の末日まで全ての都道府県において効力を有する。公立学校の教職員の処分について非公用行ったり勤務実態が良くない場合処分があるので気をつけてね。処分には分限処分と除外処分の2つがあるの。高級公認給食免職は分限処分、外国連休停職免職は除外処分。公認免職給食等地方公務員法第28条第1項職員が次の覚悟に掲げる場合のいずれかに該当するときはその意に反してこれを公認しまたは免職することができる。懲戒地方公務員法第29条第1項職員が次の覚悟の位置に該当する場合においてはこれに対し懲戒処分として外国減給停職または免職の処分をすることができる。職員等の教育委員会教育委員会の組織地方教育行政の組織及び運営に関する法律第3条教育委員会は教育上及び4人の委員を持つで組織する。教育委員会のこともチェケラー。